ちゃ。あ、死神って呼ばれて。はいです。その件に関して運営に変わりまして。いいっていいって。ブーケ。そうそう、はいです。エメラルドの鏡が手に入れば女神様の降臨も間近です。それぐらいのスリ。私もみんなでここ。ええ、そしてでと。ちょっと待った、エールってば。ちょっと森の様子を見てくる。ブーケちゃん、女神降臨のお祝いにサラダが。もう私でデートという。それにしても驚いたわね。私も今度持ってなきゃ。じゃあ私、私はおすすめの本を。あ、皆様までデートのおさ。ちょっと大丈夫。ベールと二人でどこか。先の楽しみもできたことですし。死亡ようこそ。大こちらでいい。祈り女神の。教えてベルベル。教えてベルベル。本日のお茶は紅茶専門。素材は同じでも緑茶は以上。お茶の豆知識。ネプテューヌがいない。ロケを挟まれると説明がやや。ようこそ大聖堂へ。女神のご。決めた。ライトの力見せちゃうもんね。新規が4つ揃ったらいよいよエピソードクリアも間近かな。そういうのを「取らぬタヌキの川山よ」って言うのよ、ネプテューヌ。タヌキ？よくわかんないけど、雰囲気的には新規を揃えた後が本番ってことかな。そういうこと。新規さえ揃えばすぐに世界が救われるって言われたわけでもないじゃない。女神様を降臨させた直後にいきなり魔王登場って展開かもしれないわ。皆さんよくお分かりになってるじゃありませんの。私も女神様を降臨させてからが真の勝負だと思いますよ。シーニャリック。よいしょ。こんな、これで負けない。
くなった。お出ましのようですわね。相変わらずめちゃくちゃ強そう。ドワーさあボス対ボス戦ってやっぱりちょっ回復屋さん。はい、みんそれでは。うわーベールまで私の決め台詞を取るなんて。私が相手を押してやる。それ貫くよ。貫くよ。クリア。どうせまた。にゃふふ、もちろん。ここあれ、ちょっと。ダメよ。ゲームまあ競争して。私としても同じプレイヤー同士。仲よ。姫はこの世界においてお分かりにならないかに。キリア。ツルのプシノゴの岩。あ、僕のすべて。来たにゃ。あれは四女神オンライン本編でプレイヤー界のその名もチート。そのまんまね。そのまんまですわ。チート運営がチート対策に力を入れていた時期に、お祭りのフィナーレには GM がチーターを打ち上げ花火に。ご明察。ねえ、ツールと確かに聞こえた。チート、お姫様と王子。チーターがチーターの姿に。皆さん悪いですわよ。こんなストレートのネタで。これ笑うな。ツールでもここだけ設定変えられなかったんだから仕方ない。口に気をつけて。こうなってしまうともう前ほど優しくないんだから。姫、やはりこんなことは。キリアは黙って操作してればいいの。姫たちこそが真の妖女神オンライン武装よ。飲まれてないで立ち向かわなきゃだよね。なんとかなる、なんとかなれ、なんとかなればいいな。よーし、じゃあ行くよ。Yeah!
な二人とも。ええ、なんとか平和的な話し合いが実現すればいい。赤い目にこの殺意。まだ死神。負けないんだから。かかってきなさい。あれ？なんかシュールな子。キリア！一体どういうことですの？キリアさんと黒猫姫さん、ボスモンスターのターゲット。それにしては、ええ、あのモンスターもチーターと同じく。とにかくこれは一度。ええ、そうですわね。それにブーケちゃんの顔さえ見れば混乱した頭も落ち着く気がいたしますわ。使えない。どいつもこいつも。